はようございます。おはようございます。おはようございます。今日もやってまいりました、はい、イーグルポイントです。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。もうすぐあれですね、サマータタバサのガールズコレクション2018。そうです、あと1ヶ月。あと1ヶ月、はい、もう状態もかなり、いや、まだまだ、もう今からラブ飲むしね、こんなっちゃいます。こんなっちゃいます。こんなっちゃいます。もうただでさえいいのに、試合になると最強になります。イーグルポイントです。バーディーちゃんとイーグルちゃんです。来た際にはぜひ声をかけてあげてください。なんと私も何回か来てるんですけれども、イーグルポイントの会員になるとこういうメリットがありますよみたいな。盛りだくさんですけど、盛りだくさんですよね。まあ、ここにちょうどいるんで、はい、まずはバレーパーキングをやってます。メンバーさんと来ると車を預かってくれる。そうです。もうここで乗り捨てです。乗り捨てですよね。ここで乗り捨て。しかも帰る時も全部クラブが積んであってホテルに来たような感覚になります。でもう一つ靴、あ、駐車員サービス、はい、メンバーさんはもうプレー終わった後お預けすれば帰りのまでには綺麗に靴がピカピカになって戻ってくると。すごい。今日はスペシャルゲストを2人呼んでますので皆さん楽しみにしててください。すごくホテルのような内観になってますね。今日は朝食はレストランで食べず新しくできたカフェに行きたいと思います。お花がね結構変わるんですよ。これクリスマスになったらなんかクリスマスツリーみたいなお花になったりもするんで。レストランです。いいです。なんかねバーベキューができます。ここでねお肉とか焼いてもらっていい感じです。アプローチバンカーもすぐそばにあって練習施設もかなり練習しやすくなってます。じゃじゃん、今回出場する、まあ、今まで出場したプロですね、エリナちゃんもサマーサと契約で仲良しで、ロミちゃんもデサントのリンゴルフに YouTube 出てもらいました。鈴木愛ちゃんも出てもらってます。で私も7月12日ここにプロアマがあるんでここで参加します。皆さん前売り券はまだまだあるのでぜひ足を運んでください。おはようございます。おはようございま す。皆様やっと来ていただきました。嬉しい。念願の今日本日ゲストで来ていただいているのは日野達也さんと、よろしくお願いします。お願いします。今野ゆりさんです。よろしくお願いします。日野さんはご存知、イーブンでも表紙を眺めされていて、うん、ゆりちゃんは楽園ね、はい、楽園ゴルフ、楽園ゴルフの表紙をやられてます。やっと呼んでくれたよ。やっと呼べるまで成長できました。人気だよね。ねえ、ね、いろんなとこから聞くから。もうリンゴルフ、リンゴルフ、リンゴルフ、もうタコができるぐらい。嬉しい、一緒に出してもらえて。ございます。同じモデル界なので。はい。モデル界はゴルフを頑張ってるぞっていうことで。そうですね。今日この2人とラウンドします。はい。日野さんは、うん、私が知ってる中でですけど、うん、関東アマ。関東アマ。うん。うんうん、関東ミッドアマ。関東ミッド。うん。出られてますよね。出てますね。で、はい、しかも、うん、関東アマ、うん、取ってますよね。一応あの予選は取って決勝に。いや、これ本当にすごいことだな。だって、ね、男子のレベルってそうだよね、きっとね。男子ぐらい。だいたいまあ74、5最低で5でカウントバックみたいな感じだったんで、まあ取った時は本当に嬉しかったですけどね。去年が初か。いや、本当すごい実力も。いやいや、ゆりちゃんはまあいろんなゴルフの仕事をされてますが、はい、まあ、今番組とかもやってますよね。あ、やってます。ぜひあの皆さんに見てください。あ、ぜひ。じゃあスカイ A なんですけど、はい、バツゴルフ TV という番組が結構こう放送日とかがなくてもほぼ毎日再放送みたいな感じでこう何話かを放送してる感じです。お、じゃあ皆さんスカイ A レッスン番組なんでぜひ見てください。見てください。はい。で、得意なクラブは何ですか？得意なクラブはあのまだ全然まだそんなになんで、今日はドライバーとかウッド系がいいっていう時と、うんうん、アイアンがいいって時と差が激しい。じゃあ今日もこれからどっちなんですか？朝練習したね。そうそうそう、あ、今日はウッドかなとかそんな感じ、うん、両方備わる時がなかなかないんですよ。なるほど。実はイーグルポイントカフェができまして。お、ね、前なかったなかった、うん、もうね半年ぐらい前なんですけど。へえ、かわいい。朝軽食がここで食べれるので、よかったらあのコーラ飲んだりとか。それいいね。軽食食べたりとか。であのすぐ練習場横なんで、ほうほうほう、練習しながら軽食食べて、時間なかったら軽食食べて、うん、サクッと練習して
もうレストラン寄らない人もいます。それいいね。多いっていう。じゃあカフェに行きましょう。行ってみましょう。この練習場は芝から行けます、うん、え、打っちゃっていいのこれ。すごいすごい見晴らしもめっちゃいいね。朝だけなんですけど、メンバーさんじゃなくてゲストも大丈夫、はい、すごい、ちょっとワクワクしてきちゃった。そうなんですよ。なんかあれだね、芝生、あのターフ取っていいのにターフ取りたくないね。なんかなんだろうこれ、なんかターフ取っていいんだけど傷つけちゃいけないっていう緊張感をトッポするな、これやばい、トッポする、やばい。やっぱダフっちゃうね。やべ、ダーフも取れない。お願いします。お願いします。今日は日野さん、ゆりちゃん、私の順番でいきます。じゃあよろしくお願いします。お願いします。緊張すんな、なんかナイスショー、ナイスショー、いいとこ、いいとこ、いいですね。正直言っていいですか、はい、めちゃくちゃ緊張しました試合みたいな感じ。試合より緊張した。カメラこんなちっちゃいですよ。いつもピンマイクとかつけてるじゃないですか。もっと観客もいっぱいいるとこで言ってるじゃないですか。その方がね、全然緊張しない。しない。 なんだろうな、これお願いします。お願いします。捕まっちゃってるよ。まあ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 、お願いします。よいしょ、耐えた、きれいに止まんなか。うん、よかった、ナイス。2人にじゃあ質問します。はい。2人はゴルフを始めたきっかけは何ですか？僕は、はい、あの人付き合いというか、あのあんまりこう夜出かけないんで、そのなんかそういう人との関係を作るためにゴルフっていうもうやってれば、いろんな人とこう出会えるからやりなさいと、その当時の社長が、そうなんだ。で始めて、そしたらまあゴルフはうまくいかないから難しいじゃないですか。難しい。それでドハマり。うまくいかないことに。へえ。ゆりちゃんは？私はあの父親がもう毎週ゴルフ行くし、もう家でもずっとゴルフチャンネル流れてる家庭だったんで。でも女兄弟しかいないから、こうお父さんとあんまり接点がないの。あ、こう話シャイだしね、それでだから私がゴルフやったら、お父さんとこう一緒にいろいろできるじゃないですか。いい娘だ。初めそう、本当それがきっかけ。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。行ってきます。今140ヤードちょっと、今9番なんですけど、ラフがちょっと強いんで、大きめでフライヤーしちゃうかなって感じなんですけど、まあとりあえずグリーン面は捉えたいかなと、はい、うま
さんに出すし、完璧完璧でしたね。まあ、朝一だったんでセンタートライで良かったです。良かった、緊張のショットでした。嘘だ、広さんでも緊張に強いから ね、緊張してる方がいいショット出る、うん、そうそうそう、本当にこれがね、やっぱ僕らね、こう演者というか出てるがあって、はい、ね、なんか見られてるとなんか逆に燃えるみたいなね。私はね、ちょっとプレッシャーに弱いタイプなんですけど、カメラがないと絶対ミスするね、あ、常にカメラがいてほしいんだよね。いてほしい。そう、多分あのなんか抜けちゃうんだろうな、カメラがないと。なんかすごい、もう片手だから、ね、距離感がっちり。軽いドローがかかったら嬉しいな。ナイスショー。ドストレート、ストレートボールです。まあまあまあ大丈夫、まあまあ、いいよ、ナイス、ゆりちゃん、よかった、好調だね。もうその楽しさって何だと思います？ハマるまでに時間がかかると思う。まあまあ確かにね、そういう方たち向けにゴルフっていいよみたいな。ゴルフ場というか、ゴルフってこの社交場であって、うん、こういろんな出会い、こう上手い人、下手な人も一緒に楽しめるスポーツだし、はいはいはい、おじいちゃんと孫でも一緒に楽しめる、いろんな関係性で一緒に楽しめるから、うん、スコアだけじゃなくて、まあ本当にこう社交場、うん、 そうですね、そこのこう場としてなんかそういう使い方をするとゴルフってすごくいいよ。社交場、もうスコアとかそうじゃなくて、もう休日のピクニックじゃない。でも本当朝からもうほぼもう毎日一日一緒にいるから、初めましての人とかでも普通にご飯行くより、うん、なんかいいよ ね、なんかちょっとチームワークじゃないけど、一、ね、回こうラウンドしたらもうほとんどマブダチだから。そうそうそう苦手な5番ウッドをせっかくフェアウェイなので挑戦してみます。あ、でも前に行ってる、いいよ、大丈夫、高いね、あれだったら大丈夫、相性、はい、137ヤード。どうすればいい、ここちゃん。もうちょっとバンカーが嫌だったら木の下を通して4打目勝負。なるほど、うん、まあ上げないでもバンカー手前から4打目勝負でもいいと思うよ。でもさ、ラフだからさ、大きめ、1個大きめにしようかな。じゃこれで低めのボールね、木に当たんないように。うん、もういいんじゃない、超える超える、あ、超えた、ナイス、危ない。低めに打つ打ち方合ってた？今何を意識したの？ボールを右側に置いて、うん、合ってる合ってる合ってる、うん、で低めのフルスイングじゃなくて、うん、ハーフぐらい、うん、合ってる合ってる合ってる。え、ダフだから怖がっちゃったとか？いや、でもそんな高くなかったよ。あのバンカーの、ね、ね、スレスレぐらいだから。そっかそっか、高さはあってんじゃん、方向だけじゃない。あ、そうだね、うん、ちょっとやっぱあの木がさ、気になっちゃったのかもしんない。あ、逃げちゃった。いやいやいや、ナイスナイス、ナイス、ありがとう、ナイス。わお、強い、うまい、ナイス、ナイス、ありがとうございます。